サムライブは来年出る新製品を目玉に特集を組んだもので、今回各国からインフルエンサーの方、そして皮膚科医の先生方、そしてジャーナリストの方々、たくさんの方をお呼びしてブランドの全体のお話を幅広く皆さんに周知して知っていただく機会とできたらなと思っております。ラロシュポゼはフランスで発祥したブランドになりますが、今回このパリから発信するという内容で、我々がサイエンス皮膚科学に基づいて研究をしている内容であったりとか、そこから患者様であったりとか一般の消費者の方々にお伝えできるということを発信していきたいというふうに思います。今回のセッションに続いてワークショップが2つ予定されています。ともに新製品のテスティングですとか、ナレッジを新しく知ってもらう、より深く知ってもらうということを目的にしておりますし、スキンヒーローズという新しいキャンペーンの展開を一緒に体験してもらえる、とても素敵な内容になっています。こちらのラロッシュポゼのターマルセンターですが、パリから電車で3時間ほど来たところに位置しています。ターマルセンターから2キロ離れたところでターマルウォーターが湧き出ておりまして、そのお水を使ってこちらの方で肌疾患を持つ方に治療をしている施設となっています。その昔ナポレオンがこちらに立ち寄った際に傷が一気に回復した奇跡の水というふうに呼ばれておりまして、フランスの皮膚科医の方が火傷でしたりとかがん患者でしたり、あとは肌にアトピーを持っている方に対して3週間のトリートメントとして保険適用で処方して、こちらの方で回復をしていくという施設となっております。